はい、こんにちは。勝又博物館です。ということで、今日はこちら。ぶっ飛ばソウル。僕の持っている全部を出してみた。です。<laughs> ということでですね。えっ、ー、と、一応、なんか、今4段が出たばっかりで、また2月の上旬,上旬になったらね、えっ、ー、と、05が出るということで、今度はズとフォーゼみたいですね。 ねえー、それまでにちょっと確認しておきましょうということで、僕の持っている全部っバソールでございます。ちょっと多分ね、これ枚数マジでやばいと思うんだよね。あれが00段。まあ40種類だったからね、確か一番最初は。で、これが01かな多分。で、あれが04で、これが03ですね。はい。ですので、4種類。 ですね。0、ん ?00,01,02,03,04 だから5種類か。あれ混ざってんのかなどっかが。おかしいな。多分、これは00だよね。ちょっと下の番号を見ればわかるんですが、これエグゼードいるから、これ02だな。これ04。これ03。あれ ?01 やってねえのかなそんなことないと思いますけどもね。ちょっとじゃあ一覧でね、 これだとだと分かんないので、一覧で並べてみましょう。はい、ということで、並べてみたんですけど、ちょっと色々と違ってましたね。こっちが00で30まででした。全30種類。で、次の01ね、実家置いてきちゃったかもしれん。見当たんなかったですね。で、動画確認したら01コンプしてたので、多分絶対家にはどっかにあると思うんですけど、どこにあるかなって感じですね。 で、次が02。こちらのエグゼードですね。こちらから始まって、でも、70番がなかったんですよね。多分これもどっかにあると思うんですけども、なくて、で、ここからは03ですね。このエグゼードから。こっちからは03で、ここまで、んここ、んうーんーと、ここまで03ですね。で、こっからが、 0二あ、ロ4ということで、今回の段でございます。なので、結構03がやっぱ種類が多くて、04、今回20種類だったかな。徐々にこう少ないですね。で、今度こっちが、えー、エナジーアイテムということで、こちらになっております。順番はバラバラですね。この発行なんかは映画限定ですので、これは本当に良かったです。手に入ってね。で、こっちが限定メダル。えっと、被ってのは、 かぶってありますけども、えっ、ー、と、銀が5つですね。そして金が7つ。7種類。そのうち1個は、この、このケースについてたやつですけども、はい、こんな感じですね。いやー、やっぱいっぱいありますね。ほんとに。すごいありますね。ということで、04の金のメダル、銀のメダル目指して、ぶっ飛ばす折やっていきたいと思いますので、これからもお願いします。それでは、また明日。